レーズンパンは見た目で損してる。今失笑ですね。こんばんは。旅するアーティスト、たりきペインターの地球です。今日はですね、珍しくちょっと酔っておりますね。かなりこう見てください、この見てくださいね、このもう筆使い、ペン使い、このドローイングのこうラインを見ててもこうやばいですよね。もう自分でもそう思いますけども、ちょっと今日はね、もっと前もってというか、早い時間にねやっとけばよかったんですけど、まあそうもいかない、まあ事情というか、別に自分の気分はっきりと気分です。まあですね、今日はいつもね、僕が参加している丹田ラボというコミュニティがあって、それの中の、スナック丹田というですね枠、まあプログラムがねありまして、それは一応8時から9時やったんですけど、それの後さらにまあ二次会的な感じでね、さっきまで、まあ、さっきすみません、ここで言ってもさっきって言われてもね、時間があれですけど、10時半ぐらいまでね、アフターでね、まあ大体5人ぐらいですけどね、お話をしてまして、でその中で僕はですね、ポンタからもらったウイスキー、信州の長野さんのウイスキーを、まあ小瓶ですけど、開けてしまったので、まあまあ酔ってますね。でもその中で僕はやっぱり毎日ね、 YouTube のなんかこれ別に何、世の中のためになるか関係ないです。僕のね、まあ維持というか、なんというか、そのためというかで、YouTube を更新するというですね、勝手な自分の使命があるので、これを、今書いているという、愉快じゃないですか。最高ですよね、本当ね。今、まあ、そう、わかりますか、この自分に酔ってるね、自分をあえて撮る、収録をして、それを晒すんですよ。どういうことか、まああれですよ、火が、顔から火が出るかもしれないだとしてもですよ、これは自然発生的に出てることですから、僕はね、他力ドローイングとかね、普段からよう言ってますけど、これも他力です。だからそれに対して抗う術はないわけなんです。素敵じゃないですか、本当。 Life is beautiful ですよね。でまあ今日はね、そのね、丹田ラボのプログラムの中で、スナック丹田の前にですね、7時から8時までは歎異抄の、講座、歎異抄ってわかりますかね、親鸞上人のね、まあ語録というか、まあ親鸞上人の言ったことを、ちょっとこういろいろとまとめた、弟子の唯円さんという方が書いていると言われているであろう、有名な丹二章というものについての、講座を丹田ラボの中でしたんですけど、まあはい、その流れで、その後つなぐ丹田というね、本当は今日はね、その丹二章を改めて読んでみた感想とかを話そうかと思ったんですが、すいません、僕はもうちょっと今ね、お酒を飲みすぎたのか、飲みすぎたのかじゃないですよね、飲みすぎたので、もうこのようなですね、低たらくと言っていいのか、高たらくと言っていいのか分かりませんが、まあ、はっきり言うと僕もね、憧れはありました、フリースタイルラッパーに憧れがありましたから、こういうね、フリースタイルで喋ること自体は全然問題ないです。これもオープンマイクであれば、この場でボワーッと喋りますが、はい、いや、まあ僕はね、地球ですけども、以前はね、旧友からはヤオと言われましたけど、ヤオはもう本当、ね、フリースタイル、いや、オープンマイク出ないよとかめっちゃ言われたんですけど、僕は下手なもんですから出なくて。でも今思うとこうやってね、まあ、マイク持ったらマイク片手にこうやってヨヨじゃないですけど喋れるっていうね、スキルあるくせにできんかったらそれはどうなんだろうっていうね、まあ、ああそう、本当は今日告知があったので告知をさせてください。ですね、2月最後の日です。2月、ラストデイ、オフフェスティバル合ってんのかな、まあまあまあ、2月最後の日にね。板橋区、東京都板橋区の、高島平駅、まあ歩いて徒歩ほんと数分のところにある、タイムスポットというですね、スペースがありまして、そこでちょっとここ、まあ、
対面ドローイングであったりとか、あ、ちょっと壁画もなんかやらせていただけるかもしれないですけど、ちょっと午後です。28日午後、多分午後1じゃないですかね。あ、僕はハライチのコントも、あ、コントで、あの、まだでも好きですよ。あの、お笑いのハライチのね。ああいう、あの、お笑い好きですけど。じゃあ、午後1、1時ぐらいですかね。やりますんで、よかったら来てください。ということでね。うん。うわ、今めっちゃ喋りながら、まあ、5分ちょっとでこんなになりましたけど、何ですかね。この、特にこう、意味があるかどうか、意味とかそういうのは関係ないんですけど、まあ、フリースタイルラッパーというか、まあまあ、フリースタイルペインターというか、ドライ、ね、タリキードローイングの人間なので、関係ないですけど、僕はこれでも、普通にこれ今撮ってますからね、撮った上でアップします。そこは揺るぎない、揺るぎないスタイルでね、行きますんで、これを見て、僕はやっぱり、あれですよ、冒頭に言いましたが、レーズンパンは見た目で損してるじゃないですけど、あの、はい、お笑いのね、錦鯉さんっていう、あの、方がいるんですが、その、まあ、まさのりさん、今年50歳ですけどね、本当に。M1 で、去年の M1 優勝した、あの、方なんですけど、すごいなぁと思います、本当。まあ、その辺は YouTube でも公式で、M1 の公式に載ってますんで、ぜひ見てみてください。まあ、本当その、まあ、今日はね、とりあえず、歎異抄講座で、そうだな、本当もっと、わーっと触れたかったんですけど、ちょっと、これはね、今酔っ払っていて、なんか、あんま突っ込んだことを喋れないので、明日以降喋りますね。まあ、まずは、告知ということで、28日午後から、まあ、1時から、どうだろう、2、3時間ぐらいだと思うんですけど、はい。板橋区、高島平駅降りてすぐの、タイムスポットというところでスペースで、書いてますんで、よかったら、都内近郊の方よかったらいらしてください。本当、ぜひ、ちょっと地球に会いたいという既得な方いらっしゃいましたら、ぜひよろしくお願いします。よし、今日はこれで終わりますよ。はい、タベスラーです。大気ペインターの地球でした。どうもありがとうございました。